ルさんの着付け始まります。今回も振袖の帯結びやってみるよ。はい、それでは今回はこのパッセージ膝っていうのをねやってみます。まずこちらはですね、垂れ先で作りますね。はい、垂れ先でも手先でもね、まあいいんですけど、43センチ測ります。43センチです。はい、43センチ測りましたら、こちらから7センチ、こちらから5センチ。はい、これをクリップで留めます。まあ、大体でいいですけどね。留めます、こうしてね。はい、そうしましたら、こちらをですね、この7センチの位置、7センチの位置から5センチの位置までを、はい、こうして、はい、折ります。折ります。そしてここに、折り上げの三つ山ひだですから、この真ん中で2センチぐらいしかないですよね。はい、ここで1、2、3、はい、こうです。ここで、はい、ここからだいたい一手ぐらい入ったところで三つ山ひだができました。そしたらこの三つ山ひだに向かってこの延長線上、はい、この延長線上で、はい、もう一つ取ります。こうですね。はい。そしたら、ここ、止めておきます。止めておきました。そしたらですね、はい。ここに、はい。このように、一つ、はい。二つ。はい、こちらで、一応、耳上がりになってます。ね。そうしましたら、今度はここですね。ここに4センチと、4センチと、この3分の2入ったところ、20センチのところを中へ折ります。そして。4センチをこの中へ折ります。はい、折りました。そしたら今度はここですね。はい。ここを1、2と、ここですね。はい。1、2と、ここに丸けます。そして。ね、丸けました。はい、ちょっとここ。離れるといけないから止めとくね。はい。そしたら今度はね、こことここを止めたところをこうして離します。はい。ここ離します。離したらここ持ちます。ね。離したら持ちます。はい。持ちましたら、こことここを、はい。このクリップとこのクリップを、はい。ここで、このように、はい。持ちました。はい。クリップ離します。離します。はい。そして、ここを、こうやってかぶせます。はい。そして、ここを、ちょっと引き出して、丸くね。はい。こんな感じで、パッセージひだができました。はい。そうしましたら、ここに、はい、ゴムですね。ゴムを、はい。ここにかけておきます。はい。はい、このひだも使えますね。そして、ここがくるっとなってて、これを背中に使っていきたいと思います。はい。パッセージひだの出来上がりです。この帯やってみます。はい、パッセージひだっていうのを使うんですね。はい、まずじゃあね、ここですね。はい、この二巻きね、はい、してきましたね。はい、でこれね、結んでもいいし結ばなくてもいいけど、はい、ここで幅が広くなった分細くします。はい、よいしょと一回ね、結ばないときはこのまんまよしと、はい、こうしました。手先を下に、はい、下ろしたらここで仮紐をします。はい、じゃあ仮紐してます。手先が下、垂れ先が上、三重ゴム紐が背中です。パッセージひだを使ってやってみたいと思います。はい、じゃあこれですね。はい、2個ね、はい、2個をこちらに止めておきます。はい、こうですね。2個止めました。じゃあ、この中で、はい、ここで、はい、
ひだを開きます。はい、ここはもう簡単に真ん中で、はい、いつもやってるように難しくないよ。はい、1212と、はい、ここで、はい、耳上がりのひだができましたね。はい、ここ揃えて耳上がり、はい、ここで18センチと18センチ、36センチを、はい、ここでピシッとこうね。そしたらこっちも一緒、こことここの、このここを間違えると変な形になるから、ここが18なら、ここが18、ここがポイントで、ここから上げてここでつなげます。こうですね。はい、そしたら裏側が、はい、ここですね。適当じゃなくって、これをきれいにして、ここで、はい、一回折り曲げて、はい、こうですね。で、そうしましたら、はい、ここに1本預けます。はい、したら今度こっちはもう簡単、はい、こう残った分ですね、はい、18センチのところを、はい、揃えます。はい、ここに2揃えます。はい、こうですね。で、はず、ちょっと持ってられないと思ったらこう持ってたらいいからね。はい、ここから、はい、18センチまた来ます。ここがポイントです。こことここをきれいに、ここをまず揃えます。はい、揃えた、ね。はい、そしたらこことここを持ちます。で、こうしてきれいに、よいしょ、耳揃えるでしょ、ね。はい、揃えた、ね。はい、そしたら今度はここをこうして揃えたら、この中をきれいにして、ここを折って、ここまでをきれいにする。そしたら、はい、よいしょ、ね、ここで、はい、お羽根ができましたね。で、この時に今度はこちらですね、この下もほとんどいらないのでね、もう可愛くできちゃってるので、あまりくどくならない方がいいなと思います。そうした時にね、この下の一番奥にこのゴムがあるでしょ、ここをね、これをですね、こちら側にこうして持ってきて、はい、ね、このひだを押さえます。押さえました。はい、そしたらここで、はい、三つ山ひだをこうして折りましょう、ね。はい、そしたらこちら側で、この一番奥のを持ってきたとき、ここへ、よいしょと、はい、こうして、ほんと短くてもね、短くても可愛い結び方ができます。はい、そしたらここで、はい、枕をします。で、ここね、ここに当てます。ここですね、ここに当てます。はい、当てたら、よいしょ、はい、ここ。ここにかけます。かけました。はい、こちら側も、よいしょ、よいしょ。ここね、はい、これを、ここに預けて。こうするとね、もうほんと落ちてこないしね。はい。はい。で、こっからが、キュッ、キュッと寄せて、こっからです。はい。よいしょ。押さえる。はい。マフラーを押さえた。はい。上にギュッと締めた。はい。下線締めて、もう一回、ギュッ。はい、これで OK。よいしょ。はい。そしたら、枕をしたら、はい、帯揚げをします。帯揚げの動画ばっかり上がってるのもあるので、また見てください。はい、これ私はいつも耳が上ね、はい、半分に折ってかけて、はい、出しております。はい、でもう形がもう、ね、できてますから、よいしょ、はい、そしたら、ちょっとこれ大きすぎるので、ね、これぐらい。まあ、せいぜい20センチまでだね。20センチから23センチぐらいまでにして、この中間、こっちギュッとこう持ってきて台にします。はい。で、こちらはですね、はい、そして、こう持ってきましたら、ね、この中、帯の中にずっとこう入れて、こう入れまして、で、この下線を上げて、かぶせて、上に上げる。上げすぎた。はい、よいしょ。えい。はい。あんまり上げちゃうとね、ダメだし、
全体のここから上にこう上がってないとね、可愛くないし、難しいよね、バランスってね。はい、ちょっとここがひらひらひらっときて、はい、ちょっとこの角、ここはね、浮いてるよりはくっついた方がいいので、そして、ちょっと丸くしておきます。ね、これ、こういう羽を2つ作って、手先を下からくるっていうのが一番簡単ね。はい。よいしょ。はい、どうですか？いろんなこう、垂れ先、手先を作って、ね、いろんな形を作ってみてください。忙しいってことで、ね。はい。できました。今回の帯はどうでしたか？ぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。励みになるのでグッドボタンもお願いします。また次の動画でお会いしましょう。